はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずロザリーヒルはこれで大丈夫だと思うんですけど、いかんせん次どこへ向かえばいいのかっていうのがいまいちわからない。まあ、船を手に入れたのはいいんですけど、まあ行ける範囲が広すぎて定まらないんですよね。次の目的地が雷鳴剣の威力、おお、サンダー追加であるじゃん。これはかなり強えな。あー、キラーエースかこいつは。キラーエースだな。レベル16か、いいね。とりあえず船に乗って地図を見よう。ここの大陸は多分全部この山に囲まれていけないんだな、きっと。で、そうすると、あとは、なんかちょこっと左上のところから、これいけるかな？ちょっと回り込んでみよう。少しくぼみみたいなところがあったけど、そこから上陸できそうなんで。これは、マリンスライムか。防御力高えな。雷神投げてみよう。お、つえユフィ使えるな、これ。ルカナ覚えた、ユウナ。お、クリフトも16レベル。スクルト、今のところユフィ使える説が出てきた。普通のブーメランだとちょっとパワー不足に陥るけど、ただレベルが追いついてくれば投げると併用してかなりいいキャラに育ちそうだな。この下行けないか、ここね行けるかなって思ったんですよ、地図的に。ここ結構空いてないっすかあとどこだ、ちょっと左上の島みたいなところ行ってみよう。またポツンとある島、こういうところはね大体イベントには関係ないんですよね、ポツンとしてるところが。雷神もな、50円だっけこれ。50円投げてんのと一緒だからな。つえ、今のメンツマジつえな。あ、やったユフィ、いいね。ライアン12レベル。魔人斬り、これメタルスライム系が出てきてないな。出てきたらライアンと速攻で変えよう。あれどこだ、島。あ、これだ。あー、囲まれてるな。いや、これはいけないな多分。空艇らしきものがないと、ああ、いけなそうだな。ってことは、じゃあ右上の大陸に行くか。あそこはまだ行ってないはずだから。こっちの方か。ダイオウイカか。どうしよっかな。マジックパワーが減ってきたけど、まあいいや。サクサクサクっと行きたいんで。投げよう。雷神1個しかないけど。これで。サンダラで終わりだ。雷神がなくなってしまった。もう少し買っとけばよかった。168円だから一応プラスにはなるな、赤字にはならない。ここだ、ここの大陸。あ、なんだ、地震だ。なんだ、何が起こっている。おお、島が消えた、海の木図となった。どういうことよ。あ、あそこに点がある。あそこの上の点に行けってことか。今第何話だっけ第13話、消えた島みたいな、そんな題名にしようかな。地図から消えた島かこういう時に限って大丈夫かが出るとは。もうユフィは普通の攻撃をするしかない。雷鳴剣、いいね。2回攻撃か2回攻撃されると痛い。まだ生きてんの。しかもミスりやがった。これは確実にサンダルで仕留めないと。ビビが死ぬ。
通の敵相手だとちょっとあんまり回復してるのは無駄なんで、120回復しないんだベホイミで。80ちょっとか。またダイオウイカ、どんだけダイオウイカいいんだよこの海。今日の飯はスルーイカだな。そうそう、サンダーで炙る、火で炙るんじゃなくて雷で炙る。おー巻きつかれた。よーし、上がってくねえ、レベルがどん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 。やった、アモールの水。アーロンとかもすげえヒットポイントの上がり方してるよな。船がある、船が全く同じ船だ。海賊船かこれ。全然違った、ミレイユじゃないか。しかも海賊とか言って悪かったな。まさかこんなところに人が来るだなんて。もしかしてあなたたちは。そうだわ、私についてきて。これはグランマーズだっけ。ミレイユや、どうやらやってきたようじゃねえ。ええ、おばあちゃん、その通りよ。おばあちゃんの言った通りだったわ。こちらは夢占い師のグランマーズ。あなたたちを待っていたのよ。そういうことじゃ。確かお前さんはミガミックスだったね。なぜ俺の名前を知っている。そんなに不思議そうな顔をしなさんな。魔王ザンデを倒したのはお前さんたちなんじゃろ。いや違う。フォフォフォ、隠しても無駄じゃ。わしにはわかるのじゃよ。結局こうなんのかよ。ともかくこの状況を打破できるのはザンデを倒したお前さんたちだけじゃ。よく聞いておくれよ。今回のことはわしの占いによれば、伝説の魔物魔界魔神グラスコのグラコスか、あグラコスか、グラコスの仕業であると出ておる。なるほど、おそらく水のクリスタルの力を利用したのじゃろうて。やつのせいでわしらが住んでいた大陸は海の底となってしまった。同時に他の人々も石となって封印されてしまったようじゃ。石になってよかったな。これ石になってなかったら確実に死んでんだろう。わしだけでは占いの力で難を逃れたが、ミレイユ一人を連れ出すだけで精一杯だったよ。自分だけ逃げてきたってことか。占いで退避することはできないのかった。さてグラコスが住む海底神殿は海の底にある。そこでこれを使うのじゃ。乾きの壺。おばあちゃん、私この人たちについていくことにします。そうかい、お前がそう言うならわしは止めはしないさ。何やら事情がありそうじゃしな。何の事情。ミカミックス、これからは一緒に旅をさせていただくわ。勝手にまたついてきた。お前さんたち、ミレイユをよろしく頼むよ。ミレイユか、なんだ回復系か。チャモロは多分いないからな。とりあえず一旦セーブポイントがあるんでセーブをして、音楽を変えよう。音楽をどれにしようかな。3にしよう。FF3。でも最終的にはアンリミテッドサガに戻るんだろうな。なんだかんだで、俺の一番のお気に入り曲使う。あれ？乾きの壺手に入れてどうすんの？どこで使うの？あの左の方行ってみようかな。いまいちどこへ行けばいいんだかわからん。どこで使うとか言ってくれよ。ここはここ。何にもない。クソだ、回復してないな。ちょっと一回町に上陸して水遁とかを仕入れてみたいな。水遁、火遁、雷神か。海が多いから雷神を少し多めに持ってきたいな。ドレイン、アリーナも上がった。チャクラ、あれここは普通の祠か。いけねえな。どこだ。そう遠く離れないと思うんだよね、乾きの壺使うのって。羽がなくなっただけで結局はどこに行けばいいのかわからないっていう。うわ、しびれクラゲだこれはね。
サンダー系が効かないんで、いやでもヒットポイントが引いたら一掃できたな。どこだ、どこへ行けばいいんだ俺は。永遠に海をさまようことになるぞ。なんだこいつら。うわー、マジックパーがいつの間にかなくなってる。一回キレイラの翼で帰ろっかな。28、そこそこは食らうか。セブンドンはサンダーに弱くないの。いや、きつく、マジか、これ麻痺じゃないの。あー、麻痺った。このままガンガン攻める。終わりだ。マジで全然わからない。永遠に海をさまようことになる。ちょっと待って、ここら辺でしょ。だってとりあえずお前らなんかにかまってられん。いやー、雷鳴拳強いね。敵艦隊っていうのがな、押し込まれるよな。いや、仲間呼んできやがった、このチキン野郎が。だが所詮お前はすぐ死ぬ運命にある。キアリク、あ、水遁、また水遁か。え、どこへ行けばいいんだ。ちょっとおばあちゃんとかもう一回行こうか、帰ろう。ちょっと教えてくれ、どこに行けばいいのか。俺に道を照らしてくれ、その占いで。こいつらは、投げるものがあるかな。カトンでも投げとくか。攻撃よりは強いな。サンダラ、よーし、ライアン、そろそろユーフィーだろう。マジックブレイク、ライアンはそういうキャラか。なんか地図ばっかり見てる気がするけど、地図が見たい。もう一回、まあ攻撃か。あー、また間違えた、操作ミスをしてしまった。ウォーター、ウォータラ。あんまり食らわなかった。40くらい食らうかなと思ったけど、サンダラで一掃する。神の雷を食らえ。よーし、フィー、影響止水、とりあえず力が上がってほしいかな。地図、地図、あれ、おばあちゃん、私に道を示してくれ。あ、いた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 。どこ行けばいいんじゃ私は。南西の怪しい岩礁があるあたりで柿の壺を使ってごらん。南西か、ありがとうありがとう。早く言ってくれよ、それ最初に言ってくんないかな。南西、南西ね、こっち、南西、南西、あ、あった、これだ。なるほど、これちなみに地図載ってんの。載ってない。でもだいたい覚えとこう、あの左の点からまっすぐ右のところだな。よし、そう覚えとこう。ここで乾きの壺か。一回さ、宿屋で寝たいんだけど。これ洞窟が現れるのか。神殿の方だった。
これいきなりいるとかじゃないよね。ダンジョンになってる？これなんか。ロマサガ3のダンジョン見てたな。うおお、モンスターが変わった。やっぱ一回戻ろう。マジックパワーが全然ない。ヘルダイバー。ヘルダイバー強え。マジか。ちょっと雷神を買いためてこよう。何これ？完結戦？うお、なんだ、何が起こった？この世からいなくなった。マジカルスカット、やった、なんかすっげーの手に入れた。あ、すっげーのって言っても多分、マジカルスカット売ってたな。てか装備してるし、こいつ。そもそも。一回帰ろう。こっから一番近いとこってどこだ？キメラの翼で、帰りたいけど、ちょっとまた地図を見て。ほんと今回地図ばっか見てんな。左のあそこだな。なんていうの？中継地点みたいなとこ。何言ってんだお前って感じだけど。俺じゃない。サウスフィガロ。あれ、あそこサウスフィガロだったっけ？メルキドあそこでしょ？サマサ。あれ、サウスフィガロか？あ、そうだ、サウスフィガロだ。で、あ、そうそうそう、こっから右に行けば、つける。で、ここって水遁とか売ってんのか、そもそも。それが問題だな。一回寝よう。サウスフィガロって確か結構広いんだよね。これちげえし。宿屋じゃない。あれ25円か。3800円、そこそこお金は貯まってきたな。でまた3000円クラスのものを買うとなくなるけどね。道具屋みたいなところ、ここは酒場だから全然違う。てか、いけねえし。お前邪魔だ。道具屋どこにあんだっけ。おとなしくキメラの翼で移動しまくってたか。よかったかな。ここ武器屋でしょ。道具屋だよ、俺が探してるのは道具屋。あった。で、なおかつ、水遁とか雷神とか投げ物が売ってるとこ。売ってねえし。帰ろう。ロザリーヒルだな、そうすると。じゃあ、ロザリーヒルまで飛ぶか。もう、キメラの翼は貴重なんだから、今。で、道具屋どこだ？うわぁ、入ってしまった。ここは防具屋さん。ここはアクセサリー屋さん。ここは、あ、ここだ、道具屋さん。あ、売ってねえし。あれ、どこで売ってんだっけ。武器だっけ、水遁とかって。急げ。あはは、行っちゃったよ。もう一周回ってくるのを待たなくては。これめんどくさいシステムだな、本当に。あ、武器屋さんだった。手裏剣はこれだけで、いや、カトンを、一応念のため、カトン、10個。で、水遁も一応10個くらい買っとくか。一気に金なくなった。で、雷神だな。雷神30個買っとこう。よし、これでいいだろう。一気に金が減ったけど。さて、これで、キメラの翼でサウスフィガロまで行って、で、こっからずっと右へ行くと。で、一回ダンジョンを捜索してクリフトを入れてボスを倒しに行くか。よし、これで行こう。ここから右の方だったな、ずっと。とりあえずサンダラと雷神無双で行こうと思ったけど、こいつらには雷効かないかも。おお、いいね。アーロンも強い。
パーティー編成としてはかなり当たりを引いてるんじゃないか。これ勇者かな、もうちょっとだけ回復魔法があればいいんだけど、ベホマ的な。あ、宝箱がある、あれ欲しい。どうやって取るんだこれ、絶対いけねえしな。水を入れ替えて進む感じかな。おお、くらいがりゅうで投げる雷神、いいね、強い。これで終わりだ。よし、これで突き進んでいこう。あ、クリフトレベル上がんねえんだ。そうすると、あー、やっぱそういうことか。ヘルダイバー投げる、ライジングで、あー、サンダラで倒せるかなと思ったけど、そうはいかなかったか。あ、でもヘルダイバー遅いな、攻撃が。ギュッ、回復して、そこそこ食らう。攻撃が弱いユフィ、やっぱり。レベルはポンプ上がんな。これ今クリフトだって16レベルでしょ。どうしよう、攻撃でいくか。サンダラかな、ちょっと遅いな。ビビに速くなるリングを装備させようかな。アーロン一番最初に来てもしょうがねえな。先駆けをビビにつけよう。早手のリングだっけ、これか、外そう。でビビに早手のリングつけて、よし、 OK、 安らぎのローブ。こういうのは大体ビビだな。魔法の方位から安らぎのローブ、混乱と強戦士みたいなのを防げる。なおかつ魔力も上がる。あー、これスイッチ踏まないといけないか。で、サンダラでやって、で雷神で、これで決まるんじゃないか。おー、こぼれた敵を主人公とアーロンで倒すと。完璧だ今の俺の戦法は。雷神がなくなったら終わり。雷神があと何個、サンダラは20発くらい取る。雷神も多分同じくらいあると思うんだよね。26個か。おお、つえ。ここの水を引いて、あっちへ。大王釜、みんなサンダーに弱いな、ここ。属性つくの大事だな。雷神強え、マジで。ポンポコレベル上がってくな。聖水、あー、こっちじゃなかった。どちら、いいや、宝箱ルートだから。もう下っていけるの。また貴様らか、話にならんよ君たちでは。さあ行きたまえ。おお、いいね、ブレイク。お、ユフィも上がった。よしよしよし、素早さが上がらないユフィのくせに。お、やった、小さなメダルだ。今何枚目だこれで、21枚目か。ここっていける、あ、いけるね。で、あっちか、どうか。また君たちか、降りないね。全く同じ目に遭うというのに。これ主人公とアロン何にもしてないのに経験値が手に入るって、美味しいな。あれ、これであれを押すのか。
ドキタマエ、バンギョジン、あと何個ある、22個か。あれ、リレミコって誰か覚えてたっけ、このメンツでアイテムがあったかな、リレミト用の。あれ、これってどうすんだ。ああ、そういうことか、こっちから回ってもう一回右から行くのね。これ多分ヘルダイバーがこぼれるな。それを主人公とアーロンで仕留める。所詮はワンターンキルだ。あれ、こっち行けんの。ちょっと入ってみようっと。あ、なんかある、これ何。でも一応記録はしておこう。ここ、え、なんかある、なんか怪しくない。まあ、いっか、テント使うのはちょっともったいない感じもするけど。お、新しいペアだな。敵が多ければ多いほど経験値が手に入るから、それは歓迎だ。何匹出てこようと与えるダメージは変わらないからな。上から行って、どっちだっけ、右の方から回っていくのかな。で、ヘルダイバーが2匹だ。これが一番めんどくさいな。アーロンで倒せるか。あれ、ルビーが先に回ってきた。アーロン遅いな、そう考えると。倒せねえし、すげえ、しかもちょっとヘルダイバー舐めてたわ。2人で140か、結構持ってんな。ベホイミの無駄遣い。そうだな、こっちから回って下に降りると。あと10回使えないな。9回か。よし、で下に降りるのか。どっちだろうな。右から行ってみるか。モンスターのメンツは変わらないな。いや、だいぶサクサク進めるようになったな、これ。やった、宝箱3つ並んでる。フェニックスの500円ゲット。お金は大事だからな、常に金銭意識を持って旅をしていかなくては。とか言う割には雷神めっちゃ使ってるからな、1回50円投げてるからな。守りの差ね。あー、人食い箱か、マジか。どうする、まずサンダラぶっ放す。手裏剣にするか。そうすると、いや、でも費用対効果としてはいいはずだよ、これ。いて、62か、結構食らうな。あんまり強くなかった。やった、もう18だ、早い。ディスペル、いてつく波動ディスペルは多分1人だな。でも50円投げてもこれだけ早くモンスターを倒せればむしろプラスなんだよ。ダイオウイカ、お前らの機能か。これに、むしろこれを使うことによって戦闘が早く終わる。おーっと、まあいいや、これで。うわ、2回攻撃だ。そうだ、グラハンアードの期間、そんなもの。あそこの階段を降りるのか。右では多分宝箱がありそうだな。またダイオウイカ、君たちか。雷神14個。
どうしようかな。サンダーでケチってみよう。サンダーし少ない。100結構当たんな倒せないけど。ユーフィーも16レベル。あれ、あ、ここセーブポイントがあるな。この宝箱を取って、お、雷神50円だけど、雷神やった、小さなメダルだ。サンダラで雷神。クリフトを変えなくていいかな。赤いやつってメンバーチェンジできたっけ。メンバーチェンジできればちょっと安全を重視してクリフトにしたいんだけど、一回テントで寝て、あー変えられないな、これこのままのメンツで行くしかないのか。でセーブをして、というところで、じゃあ多分真ん中の階段を降りれば次ボスだと思うので、次回はそこからやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。